Airbnb の取り扱いの説明します。まず送信機を見てください。送信機の裏に電池の入れ口があります。これを下に引っ張ると蓋が開きます。その中に単三電池が4本入ってます。方向を間違えないように入れてください。アルカリ電池でいいです。で、蓋をして表にします。次に充電の仕方をお教えします。左、送信機の左側にポケットがございます。これを開くようにして開けますと中にジャックが入ってます。これが引き伸ばせるようになってます。で、このジャックを機体の横に下に差し込み口がありますから方向を間違えないように入れてください。で、差し込みましたら次に本体の方の送信機の真ん中にスイッチがありますが、一番左側に CHG チャージというところがあります。で、これを入れますと赤いランプがつきます。で、この赤いランプが青、緑のランプに変わったら充電終了になります。およそ20分充電しましたら約12、3分の飛行が可能です。それでは今度は飛ばす方法の説明いたします。送信機のまずスイッチを右側に、一番右側にします。そうすると赤いランプと緑のランプがつきます。そして次に本体の機体の方のスイッチ、ここにも3種類のスイッチがありますが、一番上までこの小さい黒いスイッチを上まで上げます。そうすると音がモールス信号みたいな音が出ます。で、左側のこの送信機の方を上げていきますとパワーがどんどん上がっていきます。一番上上がると一番最高のパワーです。で、下げていくと自動的に下がってプロペラが止まるようになっています。で、次に左と右の操作はこのプロポで言いましたら、こちらの左と右のこの操作ができるようになっていますが、この垂直尾翼を見ていただきますと分かるように、左に行くと左、右に行くと右というふうに動くようになっています。これはあの垂直尾翼のところに小さなアクチュエーターという磁石がついてて、それで操作ができるようになっています。それから下、この送信機の下の方にトリムボタンがついています。で、これは左に少しずつ持ってきますと少しずつ動くような仕組みになっています。で、まっすぐできるだけ飛ぶようにこのトリムボタンで調節をするようになっています。これで飛ばしながら、これはトリムボタンは自分で操作してできるだけまっすぐ飛ぶように調整してください。